はい、というわけで柴田です。まあ、今回はね、原獣契約クリプトラクト、プレイしていきたいと思います。眠そうなのは気にしないでください。ナレーションが進めていく世界、まるで自分がプレイしているかの感覚にプレイヤーは陥る。この素晴らしいアプリ、皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。まあ何よりもまずプレイしてみなきゃわからないので、私がまずクエストをやって、皆さんに魅力を伝えていきたいと思います。まあ結構おすすめなんですけどね、ボーナスステージはちょっと簡単すぎるんで、まず普通の、ステージからやっていきたいと思います。な仮説、その霊気を実際に肌で感じるにはまだしばらく時間がかかりそうで。いいっすね。まだしばらく時間がかかりそうで、まあこれは普通に攻撃するときは敵をタップして攻撃するんですけど、このように右下にあるスキルを使って攻撃もできます。鈴代いいですね。でこのスキルで状態異常にさせることもできますし、ですが使った場合、数ターンのクールタイムがありますね。なので雑魚的にはスキルを使わず、ボスなどが現れた時に、スキルを優先的にそいつに当てていくっていうスタイルが一番いいと思います。そして左下、このオートっていうとこ、オートを使うことによってとても簡単にゲームを進めることができます。まず、まあ、こうやって今オートを使ってるんですけど、この場合通常攻撃だけです。スキルなしにして、次の、マップまでスキルを貯める、感じですね。なのでこれ寝てても、勝手にゲームが進んでいきます。僕はこのゲームの世界観がすごく好きなんだ。今すごくの巣の時ちょっと唾飛んでるけど、あまり気にしないでください。そして、今これスキルありの状態ですね。スキルを優先的に使って敵を全滅していきましょう。これやっぱ強いな、俺ちゃんとこれ育てたからね。今ここに炎タイプはいないんですけど、敵が全部草タイプなんですよ。でその場合ここの炎タイプを入れることによって、敵に当てるダメージが 1.5 倍 ?2 倍、どっちだっけ。まあ、効果は抜群ということで、敵に与えるダメージが増えていきます。でそしてあのキュアンタン、この子が、攻撃する場合はこいつが水属性、氷属性、水属性か、水属性なので、当てるダメージが、とても減りますね。417、まあ雑魚になっちゃいますね。はい、余裕ですね。まあこのダグっていう方はね、ダグっていう方はね、まあ一応星5で当ててるんで、まあ俺の中ではまあかなり強いんじゃないかなって思ってます。はい、これでクエストクリアです。めちゃめちゃ簡単ですよね。27になった。まだランク低いですけどね。何者かとは一体誰なのか、何者かとは一体誰なのか。あ、スキップしちゃった。まあいいや。じゃあまず次は闘技場見ていきましょう。結構闘技場モード僕好きなんですけど、このモードでは他のプレイヤーと PVP ができますね。あ、ありがとうございます。じゃあちょっとできるだけ自分より強そうなやつに行きますね。じゃあこのインパルスさんを倒していきたいと思います。え、可愛いこのキャラ、なんて名前だろう。 PVP の開始です。ここではまあ私は負ける気はみじもしないのですが。じゃあまず、あれなんかちょっと強そうじゃね、敵なんか強そうじゃね。ダグがあんな食らわせられるのやばいですね。じゃあスキルありのオートでいきましょう。なんだかスタンドがいる。おっと、吸い込まれていく。おー、あれあれ、結構ダメージかくね。ちょっと待って、相手の方がスピードが速いから、なんか向こうが先に攻撃してきますね。まあ、今回学んだのはね、自信がない場合自分より高いランクの敵にはあまり挑まない方がいいです。これが PVP ですね。まあボコボコにやられたんで、今からガチャを、引いていきたいと思います。今回のキャンペーンはこちら、挑戦見ましょう。うわー、これか。あのロード画面にいた綺麗な人ですね。ティアナちゃん、オペラちゃん、ミナモちゃんとマーテルちゃん。でこれが進化後になります。なんかちょっと進化後なんかどんどんかっこよくなってますね。まあこのね、イベント中のキャラクター当てれれば、さっき俺のことボコボコにしてきたやつも、余裕で倒せると思います。はい、これね、あの虹色が出るといいんですよね。誰ですかあなたは。フランシスカ。違う。当てたいっす。何パーセントぐらいなんだろうね。虹色出ろ、虹色出ろ。そしたら俺、昇竜拳やるから。もう一回10連しちゃっていいっすか。当てたいんじゃ。個人的にすごいやりたいんですよね。やっぱイージースタートしたいんで、最初の方に強いキャラゲットしておきたい。
虹じゃ、虹じゃ。いい、あなたはいらない。違う。ヴィゴさん、草の属性か。なんか俺草の属性ばっか当ててる気がするぞ。まあね、今はね、私が、実際に確率がまあそこまで、めちゃめちゃ低いというわけじゃないというのを証明しましたね。で、これプレイしてるうちに、最初の方、1回限り星5のキャラクターゲットできるっていうのがありまして、ぜひプレイしてみてください。そして今キャンペーン中のキャラクターをゲットしてみてはいかがでしょうか。厳重契約クリプトラクトで検索。お気づきの通り午前中に撮影しているので目は死んでますが、このゲーム実際に私もプレイしております。 PVP の画面でブライアンというキャラクターに会った時は、皆様のことをボコボコにするのでぜひ私に挑戦してみてください。厳重契約クリプトラクト、ぜひ撮ってみてくれ。以上。眠い。